よいしょよいしょよいしょ。あの撮影中に休憩してるわけじゃないんですよ本当に。あの皆さんにあの寝っ転がるとどんな感じだよっていうのを伝えるためにちょっとやってる感じですね。こんにちは、みじょです。続いてはこちらヤリスクロスのご紹介でございます。先ほどヤリスを撮影して今度はヤリスクロスになります。先ほどお借りしたヤリス、前回の動画ですねのヤリスは1リッターガソリンモデル、トランスミッションは CVT、 駆動方式は前輪駆動 FF ですね、 FF のモデルをお借りしました。はい、こちらにあるヤリスクロスは 1.5 リッターのガソリンモデルとなっております。こちらのグレードは G グレードとなっております。トランスミッションは先ほどと同じ CVT で、駆動方式も FF 前輪駆動で先ほどのヤリスと同じです。外観サイズですね、外観サイズは全長が 4180mm で、全幅、横幅ですね、全幅が1765で、全高が1590となっております。乗車定員は5名です。車両重量は先ほどのヤリスは車両重量1000キロちょうどだったんですけれども、こちらは1120キロとなっております。120キロプラスですね。燃費消費率は平均で 19.8 となっております。リアなんですけれども、後方に結構張り出し感のあるボディラインで、すごく SUV らしい形でかっこいいと思います。フェンダー形状を見てもらうとかなり横に盛り上がってるような感じで、リアのボリューム感が出ててすごくかっこいいです。ガソリンタンクはヤリス同様に左後方にあります。では運転席に乗り込んでみたいと思います。よいしょ、よいしょ、閉めます。はい、乗り込みました。ヤリスと比べてまあ、広さが増したような感じがしますね。一本前の動画でヤリスに乗ったんですけれども、ちょっと私にとっては狭さを感じるかなっていう節があったんですけど、まあ、それに比べるとヤリスクロスの方がゆったり感がね増したような感じがします。気持ち的問題なのかな共通部位がありますね。こちらドアのサイド面なんですけれども、こちら立体的な構造になっておりまして、奥にドアノブがついております。これはもうヤリスと形状が全く同じですね。で、違いがここですね。ドリンクホルダーがついてますね。エアコンの送風口はヤリスにもついていたんですけれども、こちらはドリンクホルダーも一体型となっております。前方視界はこのような感じです。ボンネットの角が目視で確認できます。なので左前方の角ですね、見切りが悪いところなんですけれども、運転席からしっかり角が確認できるので、運転の車両感覚とかもつかみやすいんじゃないかなって思います。そしてサイドのウィンドウなんですけれども、結構ね長さが長いように感じます。 A ピラーとミラーがギュッとなってて、ここが四角になりやすくはなっているんですけれども、全体的に窓の長さが前にグッて伸びてるので、ここの開きはかなり大きくなってるような感じがします。そしてダッシュボードなんですけれども、ヤリス同様にこの2段構えでボリューム感を持たせてる形状となっております。ここで1段階またボリュームがあって、でここでまた2段目という形で、この形状ってすごい面白くて、ヤリス、ヤリスクロスの独特な形状だなって感じがしました。そしてサイド助手席側にもドリンクホルダーがついてます。で、下方にもドリンクホルダーついてますね。続いてステアリングを見ていきたいと思います。ステアリング形状は先ほどと同様ですかね。ただ図鑑がちょっと違うかな。で、メーター周りの形状はヤリスと同様ですね。ナビも同様ですね。ハザードランプもここにあったし、エアコン送風口2つあって、小物入れがあったのも共通ですね。で、この辺のエアコン操作口も共通だし、で USB のポートがあって、急速充電の USB がこちらにありますね。ここの収納もあって、で奥にシガーソケット、給電口があります。で、シフトレバーがこちらになります。あ、これマニュアルモードもついてるんですね。私マニュアルモードついてる車がねやっぱりいいなって思うので、いや嬉しいですねこれ。で、センターコンソール中央にはブレーキホールドボタンがついています。先ほど乗ったヤリスにはついてなかったので、いやもうね嬉しい、ついてて、やっぱりついてる車がいいですよね。で、こちら電子パーキングブレーキになります。ボタンがかなり小さくて、
私の指の第一関節分ぐらいしかないです。すごいコンパクトですね。シフトレバーをパーキングに入れたら勝手にパーキングブレーキ作動してくれるようになっています。そして走り出しも勝手に解除してくれるので、すごく外し忘れとか付け忘れがないのですごくいいと思います。でこちらでドライブモード選択ができます。パワーモードとノーマルとエコモードが選べるようになっています。そしてセンターコンソール、こちらドリンクホルダーが2口ありますね。でここがちょっと深みになってるので、ちょっと長いもの、何か例えば GoPro とかね、あと私のこういうちっちゃいハンドバッグだったら滑らないようにここに置いてしまうこともできるかと思います。でこちら後方部分には小物ケース、この形大きさヤリスと同じでしたね。そして運転席の下方なんですけれども、こちらにちょっと細長い収納があって、なおかつここになんか蓋がついてる収納がありますね。でボンネット開けるのはこちらですね。で ETC カードがこちらにあります。ついでにボンネット開けてみますか。はい、こちら 1.5 リッターのガソリンエンジンモデルとなっております。続いてシートになります。シートはこれヤリスと一緒かな、なんか幅感とかここのサイドの膨らみとかが、うん、なんかさっきと同じような感じがします。これも共通なんですかね。で普通に座った時にはここのサイドの面が私の体に、まあ、干渉しない締め付け感がないのですごいゆったり座れるんだけど、カーブとかで横 G がかかった時には、うん、しっかりサイドがホールドしてくれるので体が横に流れないような形になります。で座席の位置になります。今こちらは一番後ろに下げた状態になります。で前にこれだけ進みます。ちょっと狭いけど、まあここまでかなりタイトにすることもできるし、ここまで下げることもできます。で高さ調節手動ですね。手動で、あ結構下がりますね。あすごい結構下がるし、あと座面のね傾斜が結構効いてるんですよ。なので身長が190近い男性とか、もう本当背が高くて足が長いって方も深く、そして傾斜があるのでお尻が沈み込んでくれるんですね。なのでここのもうお尻から膝までの長さもちゃんと担保してくれるようなサイズ感になりますね。私が乗っちゃうとこんな感じになっちゃいますね。もう遠い。4 39 39段階かありましたね。よいしょ。でヤリスクロスもヤリス同様にやっぱり日常使いで使われる方が多いと思うんですよ。通勤とか通学とかに使用される頻度も多いと思うんですね。ってなるとやっぱりコンビニとかね、そういうところで休憩するっていう時に楽な姿勢取りたいじゃないですか。そんな楽な姿勢を取った時にどうなるかっていうのをね見ていきたいと思います。私は全長 1750mm なんですけれども、はい、後ろに今シート座面を一番下げて、でリクライニングを一番下げました。一番下げて足を伸ばすとなんかヤリスと同じサイズ感なんだけど、まあこんな感じで私はだいたいねくつろぐであろうって感じですね。十分な広さだと思います。決して撮影中に休憩してるわけではないんでね、はい、全然今皆さんに寝っ転がるとどんな感じだよっていうのを伝えるためにちょっとやってる感じですね。でちなみにこちらですね、ハンドルの、はい、上下なんですけれども、上下幅はこのくらいですね。で前後奥行きがこのくらいですね。ではそろそろ後席に行ってみたいと思います。では後席に移動を、あこれルーフが、先ほどのヤリスはブラックだったんだけど、こちらベージュというか、なんていうの、こういう質素な色っていうか、なんていうの、ホワイトっぽいっていうか、まあそういう感じのカラーリングですね。なんでヤリスは黒だったのにこれはベージュなんだろう。でライトはなし、でもミラーがついております。開口部がここが結構えぐれてるというか広がりがあるので乗り降りしやすいと思います。では乗っていきたいと思います。よいしょ、失礼します。うん、あ広い広い、あ広いですね。やっぱりさっきのヤリスに関してはめっちゃけきつーって思ったんですよ。だけどこちらはね結構ゆとりがありますね。足先なんですけれども、この運転席の下の座席のところに足の
指をね入れられるのでゆとりがあります。で、私のドライビングポジションにセットした時に、まあ指が1本分ぐらいかな、余力がありますね。で、座面長もまあ十分だと思います。これ以上長かったらここの足のスペースがかなり少なくなってしまうので、まあこれが一番最大限というか最適化ですよね。で、シートの硬さなんですけれども、まあ運転席とほぼ硬さは一緒ですね。で、ヤリスに乗った時に、あ、やっぱりこのね真ん中の席だけすっごいふわふわなんですよ。なんでだろうって思ったけど、このヤリスクロスもね真ん中の席だけめっちゃふわふわですね。あ、広いです。あ、いいね。さっきヤリスの時にこの真ん中の席に座ったらもうパツパツで膝がここにもうこんなだったんですよ。こんな感じでもうめり込んでる感じだったんだけど、今はねゆとりがありますね。 2,3 本分ぐらい、このくらい余力があるので、やっぱりヤリスクロスの方がね室内空間広いですよね。まあ当たり前なんですけどね。で、足を真ん中にやると、まあこの足の角度がね90度以上に曲がってしまって、こんな感じで、はい、なんか V 字型になってしまうのでちょっときついんですけど、まあ、こういう風に足を下ろしていただければ、はい、全然、はい、乗ることができますね。では、よいしょ、一旦降りるか。よいしょ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 。では、リアオープン。はい、こんな感じですね。私が今ヒール履いてるんですよ。これ履いてるから多分全長1800ぐらいあるんですけど、それでもグー1個分入るので、185センチぐらいまでの方だったら全然頭つかないですね。いいね、この高さ感めっちゃいいと思う。で、荷室空間はこんな感じですね。で、これは多分オプションですよね。うん、そうそう、これがオプションで、これ後部座席を倒した時にフルフラットになるっていうね、この板ですね。これは確かオプションです。カローラクロスの時にここに段差があるってすごい私文句言ったんですけど、これがオプションでついてました。ちなみにヤリスもオプションでこれつけられます。で、これを上げてもらうと、もう一段階こんな感じでね、スペアタイヤが入っております。なので2段構成ですね。こちら、はい、倒します。あ、ちなみにこれ後部座席にもセンターコンソールあったんですね。ここで引いて多分やるんですね。ここに2口ありました。こっちはどうだ。あ、倒れる。あれ、私の座席が悪いな。はい、こんな感じですね。こんな感じでだいたいフラット。よいしょ。ではヤリスクロスの試乗レビューいきたいと思います。先ほど午前中にヤリスをお借りして、でその後にヤリスクロス乗ってるんですけど、やっぱり機能面とか、あと排気量の問題で、うん、やっぱりヤリスクロスの方が運転はしやすいですね。視界が高いっていうこともあって見通しもねいいし、でこちらのヤリスなんです、ヤリスクロスなんですけれども、ヤリス同様に TNGA が採用されています。で、 TNGA が何かっていう話は、トヨタニューグローバルアーキテクチャの略称になります。頭文字取って TNGA っていうんですけれども、でこれが何なのかっていうと、例えばボディの剛性が上がったことですね。ボディの剛性が上がったことによって静粛性とかも向上しているそうです。あ、で今気づいたんだけど、ヤリスとヤリスクロス両方ともここのアームレストがないの。なんかね、なんか違うなって、なんかすっきりしてんなって思ったら、ここにアームレストがないんですよね。で、それはオプションでつけられるみたいですね。アームレストオプションか、でも私はつけたいなって思いますね。なので、まあここにアームレスト欲しい方はオプションでつけていただく形になりますね。で、先ほどお借りしたヤリス X クラスにはブレーキホールドがついてなかったんですね。あと電子パーキングブレーキもなくて、手で引くサイドブレーキだったんですけど、こちらは電子パーキングブレーキがついてるし、でオートブレーキホールドもついています。オートブレーキホールドっていうのはもうみんなご存知かと思うんですけど、まあ、一度停車してブレーキ踏み切っちゃいますね。で、そしたら足を離してもブレーキをキープしてくれるっていう機能になります。で、アクセルペダルを踏めばブレーキホールドが解除されて、こういう風に進む形になります。で、ブレーキホールドの特徴って本当にメーカーによって違くて、例えば同じブレーキホールドって歌ってても、ここにブレーキ踏み切ります、足離します、でアクセルで解除されるっていう点は一緒だけど、その解除された時にうまくクリープ現象につなげられる車もあれば、いきなりガンって進んじゃうような車もあって、ちょっとねポンって踏めば解除されるっていう車もあるんですけど、このヤリスクロスとかはそうなんですけど、でももうポンってやるんじゃ解除されなくて、
結構踏まないと解除されないから、クリップ現象の滑らかな入りからのエンジンのトルクっていうことじゃなくて、もういきなりガンって来ちゃうようなまあ、メーカーもあるので、まあ、その点このヤリスクロスのオートブレーキホールドはすごいうまくクリップ現象につなげていけるような形状というか踏み心地になってるので、すごい私は好みでいいなって思います。で、先ほど申し上げた TNGA を採用したことによっていろいろとポイントがありまして、例えばサスペンションにも滑らかさを追求しています。今までのコンパクトカーよりもかなり乗り心地、乗り味が滑らかになってると思います。今までのコンパクトカーと比べるとかなり滑らかな走りが実現されています。で、この後自動車専用道路に入っていきたいと思います。でね、ちょっと今自分でもわかるんだけど、今日ね声が低いんですよ。なんかね、エアコンをつけたまんま寝ちゃって、で朝起きたらちょっと喉がねやられてました。もう加湿器欲しいなって思います。喉がやられてるんで、ちょっと声がハスキーというかかすれてるような感じなんですけど、大丈夫です、元気なので。で、ちなみに先ほどまでの街乗りの燃費ですね、街乗りの始動後からの平均燃費は 14.1 キロとなっております。で、高速域になると、まあどのくらいに伸びるのか、高速域で走れる区間がそこまで長くないので、あまり燃費を伸ばすことができないとは思うんですけど、まあちょっとの区間でもね、どのくらい変わってくるのかっていうのをね、これから見ていきたいなって思います。ちなみに今はエコモードで走っています。まあ、燃費を伸ばしたいんだったらエコモードで走った方がいいですよね。ちなみにモードセレクトはエコ、ノーマル、パワーモードがあります。先ほど乗ったヤリスが1リッターのガソリンモデルだったんですね。先ほどと比べると、まあ、走ってる時の加速性っていうのはやっぱりこっちの方が優れてるなって思います。まあ、1リッターと 1.5 リッターでね、比べちゃってるのはね、もう明らかに違うっていうことなので、まあ、そこで比べるのはね、ひどい話かなとは思うんですけど、まあ、やっぱり1リッターだとちょっとね、ヤリスサイズでも非力かなってちょっと思っちゃいました。もし購入検討される方はガソリンであれば 1.5 をね、ヤリスでもヤリスクロスでも選んだ方がいいなって思います。ヤリスクロス1リッターあるのかな、あれないかな、なさそうだよね。まあそうですね、ヤリスを選ぶ際は1リッターじゃなくて 1.5 リッターの方が快適なんじゃないかなと思います。ただヤリスもヤリスクロスもハイブリッドモデルをまだ乗ったことがないので、まあ、ハイブリッドになってくるとどのような走りの味付けになってるのかっていうのがね、すごい気になるなって思います。で、現時点での燃費は 14.3 キロですね。あと割とまあまあスピード出してるからかな。で、またね、また話戻るんですけど、 TNGA を採用したことによって、まあ、ボディ剛性が上がったじゃないですか。で、あとエンジンの位置とかが低重心になってるんですね。重心が低く保たれてるので、こういう高速走行の時に直進安定性が上がってくれます。なので、まあ、長距離移動される時とかも、まあ、走りとしてはかなり快適に過ごすことができるんじゃないかなって思います。先ほど乗ったヤリスは最小回転半径が 4.8m となっております。で、こちらのヤリスクロスは 5.3m となっております。で、ボディの見た目の話になるんですけれども、私はね、リアのフォルムが結構好きですね。リアタイヤのフェンダーモールが横に張り出し感があって、横幅がね、実際の全幅サイズよりもより大きく見える、ワイドに見えるので、すごいどっしり感が出て SUV らしくてすごくいいなって思います。そうですね、ヤリスとヤリスクロス内装の面だと、もうほとんどこのドア周り、ここの立体形状とかは一緒なんですよね。ただ若干見ていくと、ここのリップというかライン、ここのシルバーのラインがヤリスとヤリスクロスで若干違ったりとか、あとここの樹脂、ここの樹脂パーツのサイズ感がヤリスクロスの方がちょっと長くなってたりとか、2パーツは多いんじゃないかなって印象です。ただ見た目は全然違いますよね。内装を見ると、あ、確かに兄弟だなっていう感じがするんですけど、でも外観を見ると、もうヘッドライトも全然違うし、まあ、ボディサイズ、足回りのタイヤサイズとかも全然違うので、なんかヤリスとヤリスクロスでね、兄弟っぽく言ってるけど、なんか全然違う印象を受けますね。中を見ないとね、そこまで兄弟感を感じないっていう面白い作りだなって思います。走ってて思うのが、
ロードノイズがかなり少ないですね。静かだし、路面のつなぎ目とかもやっぱりヤリスよりも拾わない感じがしますね。これは体感なので、まあ何とも言えないんですけど、シームレスな走りに近づいてるんじゃないかなって思います。ではこれから一旦インター降りて U ターンしていきたいと思います。じゃあヤリスでもここの交差点で U ターンしたんですけど、ヤリスクロスではどうかな、回れるかな。はい、よいしょーい。おーおー、あ、2車線ちゃんと使って普通に曲がれるって感じのね、サイズ感でした。まあこれは普通ぐらいかな。なんかあのヤリスはもう 1.5 車線分ぐらいでピュッて曲がれちゃったから、すごい、なんかすごい回りやすいなっていう印象があったんですよ。こんなに小回り効くんだ、取り回しめちゃくちゃいいじゃんって印象があったんですけど、まあ、5.3 ってなると、まあベゼルと同じぐらいだったかなって感じがします。で今燃費見たらリッター 19.3 出てますね。さっきが 14.3 だったので結構伸びましたね。まあ、高速走行っていうのと、あと後半が下りだったっていうので、まあ、伸びたとは思うんですけど、でもこれだけ燃費がよく出るっていうのはね、すごくいいですよね。で今回時間の問題でちょっとワインディング走行とかができないんですけれども、一応こちらパドルシフトではなくて、こちらのシフトレバーでマニュアルモードが搭載されています。でマニュアルモードは D レンジに入れた時に右側にクッてやるとマニュアルモードになります。で前にやって後ろにやってシフトチェンジしていく形になります。で今ちょっと下りがあるので一瞬だけマニュアルモード使ってみたいと思います。本当に全然使うほどじゃないんだけど、でもワインディング走行しに行かないからちょっと今やってみようかな。シフトレバーを右側にやります。ガチャンやって、今4速ですね。はい、5速に上げます。ちょっと遅いからね。で6、7まで行きますね。本当で今下ってるんですけど、まあこういう風にエンブレをね効かせていけます。で左側にやれば普通に D レンジに戻りますね。で先ほどまでエコモードで走ってたんですね。燃費がどのくらい出るか見たかったから。で 19. なんちゃらって燃費が出ましたよね。で今回ちょっと帰り道はパワーモードに切り替えてみました。こちらのヤリスクロスはドライブモード選択ができて、パワーモードとエコモードとノーマルモードがあるんですね。で今パワーモードに変えてみました。でこのあと1車線から2車線になるので、その時に追い越し車線に出た時に、まあ、どのくらいの加速感が得られるかっていうのを見ていきたいと思います。でちなみにパワーモードに変えた瞬間に 18.3 リッターに平均燃費が落ちました。おー、最初の追い越し車線行くぞっていうところのエンジン音がね、結構うなってる感があるんですけど、エコモードで走ってる時よりもアクセルレスポンスがかなり速くなってますね。エコモードの時には踏んでから進み出すまで、加速するまでがちょっとロスタイムというか、あと若干遅れてる感じがあったんですけど、でもパワーモードに変えたら踏んだ瞬間からではないけど、アクセルレスポンスがかなり速くなった印象になります。なんか走ってて思うのが、車体がブレない印象がありますね。これもやっぱり新プラットフォームが効いてるんですかね。左右に振られる感覚がないんですよね。本当にどっしり構えて進んでいくって感じがあるので、本当にこのプラットフォームとあとサスペンションのおかげなんですかね、直進安定性が向上しているというか、落ち着いた走りができてますね。で、まあ、今回一気に 1リッターのヤリスとヤリスガソリンモデルと 1.5 リッターのヤリスクロスをお借りして乗ってみたんですけど、まあ、感想としてはヤリス買うならガソリンの場合は 1.5 リッターにした方がいいよって思いました。まあ、ハイブリッド乗ってないからハイブリッドの方がどうのっていうのはね、まだ言えないんですけど、まあ、ガソリンに偏った話だとヤリスは 1.5 リッターのモデルを選んだ方が快適かなって思っちゃいます。まあ、それはねお値段と相談して買っていくものなので何とも言えないんですけど、その点はちょっと思いました。でヤリスクロスの方は 1.5 リッターのガソリンモデル CVTFF モデルですね、乗ったんですけれども、かなりね力強く走ってくれるし、で直進安定性もねあって、どっしり感がある、重くないんだけどどっしり感があって安定感があるのがいいなって思いました。高速走行でもブレない走りがすごくいいなって思います。
あと見切りの良さですね。シートポジションの位置がすごく上がっているので、かなり見通しが良くて、左右の走行位置とかもね見やすいし、すごくいいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。